国会に呼んで承認喚問したら、に関する知見に関してネガティブなものは全部カットするように言われたんですよね。外国の政府からも言われてましたってゲロっちゃったわけですよ。また遺産制度が陰謀論言ってるって言うじゃん。陰謀論じゃなくて陰謀があるんですって。吉野さんが米食べるのなるべく控えた方がいいですよと、そこばっかり切り取って、メロンパンとか食べちゃダメよとメロンパンだけを切り取ってメロンパンに失礼だでもそこは切り取るくせに、でも覚えやすいですね、真田重視の真田、名前は伊作っていうのかな、はい、はい、伊作さんね、予作じゃないですよ予作は木を切るんですよ、伊作は悪を切りますからね。僕ね、やってて申し訳ない気持ちもあるんですよ。これ嫌な話を先にしないといけないから。でも、そういうところに目を向けちゃダメなんです。今、どういう状況になってるかということをしっかり認識して、そしてこのまま行くと将来どうなるのかということをしっかりと考えていかないといけない。そういった予見をして、それ、はい、しっかり考えてね。よろしく。はい。いろんな人がいます。そういった現状を分析して、未来をしっかりと予測していく。で、その上で、なんでこういうことになってるのかっていう原因をしていくわけですよ。で、その対策を考えて、みんなで取り組みをしていくって、これ当たり前のことですよ。もうずっと日本人がやってきたことですよ、この島国で。いつの時代も揉んでるんだから。今にもっと厳しかった時代もありますよ。いくつもあるけど、例を挙げるなら、鎌倉時代、元が攻めてくる。世界最大の帝国ですよ。普通ほとんどの国はもう戦わない、降伏するんです。朝鮮なんかも全部降伏しました。でも日本人は戦おうとするんですよね。暴類とか築いて、でそこに九州にみんな人を送って貯めて戦うんですよ。で撃退しちゃったんですね。今よりも厳しかったと思いますよ。でもちゃんと敵が来るって分かってる。それはそこら中がされてるからですよ。あ、そのうち日本に来るなと。で使者が来て降伏を迫る。 でも北条時宗がノーっていう、10代ですよ。10代か20代、そこらですよ。そのリーダーがノーっていう。ノーって言ったら当然、ノーって言うだけじゃ、ノーって言うと飛車切ってますからね、時宗は。攻めてくるに決まってるじゃないですか。で、勝てる保証なんかどこもないですよ、ここは。大きな国だから。でも、それでも、ちゃんと準備して、対策練って、追い返していたのは日本人ですよ。我々は、そういう民族の末裔なのに、なんで今、手をこまねえて見てるんですか？軍隊は攻めてくるとは限りませんね。いや、それでも分かりやすくていいんですよ。逆に攻めてくるんだったら。目に見える脅威だから。だから幕末良かったですね。黒船が来たから。あ、来たぞって分かったからね。今、この現代大変なのは、分かんないんですよ。違う方法で来るから。もう、こういうところに来てくださってる方々は分かってらっしゃると思う。もう情報戦争です。情報コントロールされて、何か一定のマインドセットをされてですね。で、もう、周りを誘導されたら、ノーって言えなくなっちゃうんですよ。おかしいと思ってても。なんかそうですよね。打ちたくないと思ってたけど、でももうそういう環境を作られちゃって、打たないと働けないって言われたら、それ打ちますよね、ほとんどの人が。そこに自由はあるんですかって話です。今回のことで私たちが学んだのは、ぼーっとしてたら自分たちの自由とか権利がどんどん侵害されて、やりたくないことをちぶちぶやらされるような状況がどんどん増えていくっていうことを私は学びましたよ。どうだ？そういうことを、仕方ないねで諦めるんじゃなくて、これはおかしいと声を上げていくことが絶対大事なんです。で、それは一人で上げてても、周りに押し潰されていくから、おかしいと思った人がこうやって集まって、みんなでそうだよねって共有するんです。心強いですよ、私だって。だって僕も昔は一人で言ってたから、議員の時も。だ言われましたよ、右翼だとか、変な宗教入ってるとかですね。ね、あいつはなんかこう、危機感を持って人を洗脳してるとかですね。まあ今も言われてますけど、まあ昔からです。はい、別にもう慣れてるんで、言われても腹も立ちません。あ、また言ってんなって感じです。けど、実際そういう危機感を持って世の中見ていると、世の中が私が嫌だな、こうなったら嫌だなと思ってた通りになってるからですね。それで、いても立ってもいられずに、参政党みたいなのも作ったんですよ。みたいなもん失礼ですけど。そうなんですよ、本当に。別に、喜び悼んで作ったというよりも、やむにやまれずですよ。こんなことやってたら、自転車に乗った酔っ払いみたいなおっちゃんに文句言われるんですよ。いや、どこ行ってもやられるんだから。いや、まあ、あんな可愛いもんですよ。もっとひどいのはここにマイク持ってきてワンワンやりますからね。いやでもそれも想定内ですよ。都合悪いんだもん、そんなこと僕らがどんどん言って支持を集めて、そういうノーっていう日本人が増えたらね、せっかく従順に暮らしてるのに何ネタが起こしてるんだという話でしょ。でもそれをやらないと自分たちの自由が守れないからやってるんです。
自分たちが正しいと思うことさ言えなくなるから、まだ今は同調圧力だからいいけど、これで憲法を変えられたり法律変えられたら抵抗できませんよ。だってそれに逆らったらそうですから。そうならないようにするためにはちゃんとみんなで嫌だけど今の現状をちゃんと見つめるってことです。そしてこの先どうなるかっていうことを、特に僕みたいに子供さんがね、いる、僕も4歳と1歳の子供がいるから、子供がいる人は特に考えましょうよ。自分の子供の未来だから、このままほっといたら手をつけなかったらどうなるかっていうこと、今は賛成党を頑張ってやっているけど僕たちだけじゃないんです。日本の歴史を遡ればそんな人たちは山ほどいたんです。いや、そんな人たちがいたからこそ今があるんです、ね、ちょっと高山大統領選特攻隊の青年たち数千人、そうでしょ、さっきの原稿の人たちだってそうですよ、幕末の志士だってそうですよ。何度も何度も日本は外圧にさらされて国が占領されたり乗っ取られそうになってるわけです、過去を遡れば。でその時に気づく人がいて、これじゃいかんっつってですね、みんな命かけてやってきたわけですよ。そしてこの島を守ってきたわけですよ。先輩方から受け継いできた伝統とか文化とか、この土地とかお墓とか風習とか全部守ってきたわけですよ。それがたった一回戦争に負けたぐらいで、なんでこんなボロボロにされてるんですか。僕はそう思うと悔しくてしょうがないんです。日本が好きだから。そして日本人が決して他の国の民族人々よりも劣ってるとも思わないし、サボってるとも思わないし、ダメな国民だとも思わないわけですよ。ちゃんと考える力を持ってるし、人を思いやる気持ちも持っているし、みんなでこうやってやろうって決めたら力を合わせてやれるし、いいものをたくさん持ってるのに、なんでこんなに貶められて経済的に貧しくされて好き勝手されないといけないんですか。そこにね、みんな気づきましょうよ。そして怒るときは怒りましょうよ、ちゃんと。そうだ。でその怒りをね、別にわーわーわー叫んでちゃダメなんです。叫ぶだけじゃダメなんです。じゃあその怒りを、そう、お母さんおっしゃる通り行動につなげていかないといけない。ちゃんと考えてね、どういう風にすればいいか。だから僕もじくじたる思いで見てたわけです、日本の政治を。29歳で政治家になって6年頑張ったけど全然動かないです、山が大きすぎて。で自分一人やったって無駄だよなと、自分すり減るだけだよなと思って諦めちゃったんですね、一回。でもやっぱり見てたわけです、政治は。で外からこれおかしい、あれおかしいと、ここなんだよ、あなんだよっていうことだけは一生懸命言ってました。そしたら周りの人が、お前言ってるだけじゃダメだから行動しろというふうに言われて、しょうがなく作ったのが参政党ですよ。ありがとう。だから今皆さんに立ち上がってもらいたいんです。僕は別に参政党じゃなくてもいいんですよ。参政党は一つのきっかけになればいいし、あの参政党にいいなと思う人たちの賛同を得られれば、あのプラットフォームになればそれでいいんです。別に政権与党になろうとか総理を取ろうとかどうでもいいんですよ。どうでもいいって怒られるけど違うんです。目指してるところは、賛成とか目指してるのは、子供や孫の世代に先輩たちがやってきてくれたように我々もいい日本を残すっていうことだけです。いやそれだけなんです、ね、安心して暮らせて、ね、そんなめちゃめちゃお金はなくても食べ物がちゃんとあって、ね、人が奪い合わずにちゃんと譲り合ってですね、みんなが協調しながら楽しく暮らせればそれでいいわけじゃないですか。別に豪華な台車とかいらないでしょ、豪邸とかいらないでしょ、金銀財宝欲しいなんてみんな思ってないでしょ。そんな普通に暮らせて、普通に子供たち学校行かせて、でみんながなるべく病気にならず楽しくお祭りとか飲み会とか観光とかしながら平和に暮らしていきたいだけじゃないですか我々は。なんでこんな善良でおとなしくて良識のある国民が虐げられないといけないんですか。だから善良になりすぎちゃったのかもしれないですね。おとなしくなりすぎちゃったのかもしれない。だからここはしっかりとまず現状認識して、ね、怒るところは怒ってちゃんと考えてみんなで行動しましょうって。で一人ではできないからチーム作りましょうよ。そのチームを賛成通って作りましたよと。ただ何の政治団体じゃダメだから無理くり選挙もやってこじ開けてなんとか一撃で取ったわけですよ。いやそれは皆さんのおかげなんですよ。みんなが協力してから取れたわけですよ。だからこの可能性をしっかりと広げて、今ここでちゃんとですね、くさびを打ち付けとかないと、ずる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 持ってかれますから。それが後悔したくないから、後悔したくないから、僕は今必死でやってるわけですよ。もうね、今日5回目ですかね、これ演説するの。これで終わりかと僕気を抜いてたら、この後2時間のタウンミーティングだと忘れたんですよ。タウンミーティングどこでしたっけ、場所。芸文館でタウンミーティングもあるらしいので、まだ席も空いてるそうですから来られる方は来てください。
ね、しっかりとデータ見せますから、あの会場がいいのはスライドがあるんで、スライドでどういう現状かちゃんと見せていきますから、で何が問題なのかっていうことをね、まあ、言ったんですけど皆さん伝えるんで、それでねそうなってんのかということを理解して、でこのままじゃどうなるかっていうのは本当ちょっと考えれば分かるんです。このまま放っとくと人口がどんどん減るんですよ。経済がどんどんシュリンクするんです。そして変わっていくんです、土地とか観光地とか企業も。で結局外国人の下で日本人が働くようになるんですよ。で当然利益は多くは彼らが持っていくわけですよ。彼らが経営するわけだから。こういう状態を植民地って言うんです、経済植民地ね。で日本はそれをずっとうまく回避してきたんですよ。明治の時になりかけたけど、60年間頑張って戦って彼らと対等のところまでポジションを築いた。で対等になったから意見言ったわけですよ、人種差別やめてくれと。本当の意味での対等でやらせてほしいというふうに言ったら、同盟切られて戦争に持ち込まれたわけですよ。で4年かけてボコボコにされて、あんな大虐殺の現場まで落とされてですね、言うこと聞けって言われて、でしょうがないから6年8ヶ月戦争を甘んじて受けてですね、そして今の日本の社会の基盤が作られちゃったわけですね。でももういなくなったんですよ、は1952年に。けど1952年から始まったものがあるんですね。何かわかります？テレビです。人がいなくなってやってきたのはテレビです。テレビはいいんですよ、映像と音とダブルでみんなに刷り込めますから、いろんなものだから。テレビだけある程度コントロールしておいて、あと政治家ね、政治家の家系があるわけです、世襲ですから日本は。そこの中心のとこだけキュッキュッキュッと握っておいて、でたまにこう僕みたいな跳ねっかりが出てくるんで、つまんどきゃいいわけです、積んどきゃいいわけですよ。そうすると国民はテレビ見て言った通りするし、ね、それに対して、ね、おかしいという政治家はいなくなるから、気づいた人もあやべえと思って言わなくなるわけですよ。だから僕は自民党に入ったけど、まあ、中では何も言えないんだなということが分かったので、もうやめて、で政治もやめてたわけですね。けどこういうことが生実家見えてしまうんですね、良くも悪くも。なんで見えるかっていうと、別に僕は優秀だからじゃない、僕は世界80カ国以上回ってるんですよ。皆さんも絶対気づく、いろんな国回ったら、まあなかなか行けないですけどね、僕はラッキーでいろいろ行けたんですけど、いろんな国を回ったら分かりますよ。比較すればいかに日本の情報が統制されてるか。日本人はね、残念なことに北朝鮮の人を見てですね、キム・ジョンに洗脳されてるとみんな思ってるんですね。ロシア人はプーチンに洗脳されてると、中国人は習近平さんに情報が出されてて、かわいそうだかわいそうだと思ってるわけですよ。で自分たちは自由だと思い込んでるんですけど、大して変わりません。ここは明るい北朝鮮、いや本当に、いや北朝鮮の人の方がまだ知ってるかもしれないですよ、下手すると。だってちゃんと核とか作っちゃ、ちゃんととか言ったら無理くり核とか作っちゃったわけですから。今韓国も知ってますか、今の大統領、私変わったでしょ。韓国も核兵器を持った方がいいんじゃないかって言ってるんですよ。でも日本ではそういう言論はなしですよね。MLL トットさんとか来てね、テレビで言おうとしたらですね、木村太郎さん止めてましたからね、そういう話をしないでくれって言ってですね、参政党がテレビに出れないわけですよね。我々日曜討論とか出たら大変なことになりますよ。存在が放送事故ですよ。僕の顔にモザイクがかかるかもしれない。でもそういった日本の閉ざされた言語空間、これきちっと破っていかないといけない。それから今テレビよりもインターネットですよね。インターネットも検索がかかってるのは皆さんご存知ですよね。 YouTube では話題は取り上げられないし、この間イーロン・マスクさんがツイッター買ったらですね、ツイッター社の中に政府の人間がいっぱい入ってて統制してたこと分かったわけですよ。国会に呼んで承認喚問をしたら、に関する知見に関してネガティブなものは全部カットするように言われたんですよね。それはアメリカだけじゃなくて外国の政府からも言われてましたってゲロっちゃったわけですよ。日本政府は言ってなかったですかね、確認しないとね、こういうことは。でも日本のメディアは一切そんなことは報道せずです。でそんなことを言って僕らが言ってると、また二三政党が陰謀論を言ってるって言うんですよ。陰謀論じゃなくて陰謀があるんですって。そういうことを私たちは情報共有していきましょう、みんなで。で僕もたまに間違えることありますね、情報源が確認できないものとかって慎重にやってますよ、パッと飛びつかないようにはしていますけれどね、たまに間違えることあるんで鵜呑みにもしないでください。はい、僕らも間違ってることがある。だからその時は教えてくれればいいんですよ、間違ってる、あ間違ったら間違ってましたって訂正すればいい。でも1個間違えたからその人が全部嘘をついてるとは限らないんです。アンチの人たちは我々が1個でもちょっと間違えたり失言したりしたら、そこの部分だけ切り取って、ほら賛成党間違えてるじゃないかというわけじゃないですか。吉野さんがコンビニ食べるのなるべく控えた方がいいですよと、あんまり食べない方がいいですよって言ったら、そこばっかり切り取って、
メロンパンとか食べちゃダメよって、メロンパンだけを食い取って。ねえ、メロンパンに失礼だ。ねえ、でもそこは取るくせに、ブルーサードの話とかしないじゃないですか。ラウンドアップの話しないじゃないですか。私たちは食の安全性を訴えてるわけですよ。で、実際病気が増えてるわけだから、それと食のね、安全性とすごく関わってんじゃないのと。だから、食べ物ちゃんといいもの食べましょうね、大人選んで。で、子供たちには、なるべくオーガニックな給食とかをね、与えてあげて、給食をタダにするのもいいけど、それだけじゃなくって、ちゃんと食の質を担保して、岡山県だったら、岡山の子供たちには、岡山県産のものを全部食べさせりゃいいんですよ。ほんと、岡山の子供に岡山のね、農産物食べさせて、それでいいじゃないですか。全部自給できますよ。 100% 学校給食岡山県産作れますよ。メニューは若干限られるかもしれない。いいじゃないですか。でもそれで自分たちのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが作ってくれたものを食べればいいじゃないですか。で、子供に食べさせると思ったら変な薬使えないですよ。農協に言われたってノーって言いますよね。ね、だって子供に食べさせるんだから。だからそういうことを情報があればやっていけるし、大した額じゃありません。そんなのオーガニック給食なんてもうね、日本だったかしら話すみたいなもんです。だって100兆使うんだから、国防費で43兆使うんだから、外国に20兆あげてんだから、この前読んで男女共同参画で何兆も使うんだから。最近もうこれからは LGBT にもお金使うでしょう、法案通して。ね、別に僕は LGBT の人のつもりは全くありません。でも皆さんよくよく考えてくださいね。いつも法律できるんですよ、男女共同参画って法律ができたら日本中に男女共同参画センターが作られて、男女共同参画事業だと言いながらヨガ教室とか変な左翼の学者の講演会やってるわけですよ、男女共同参画の予算で。で、それがもう予算が取れなくなってきたなと思ったら、今度は北海道のアイヌの人たち捕まえてですね、無理アイヌじゃない人アイヌにして、アイヌ新法を作ってアイヌ利権作り出すわけですよ。で、これアイヌだけでちょっと北海道だけで儲かんねえなと思ったら、今度は LGBT ですよ。これは別に僕は、ね、女性が男性を劣ってるとか、アイヌの人がダメだとか、LGBT はダメだとか、そんな話じゃないですよ。聞い取らないでくださいね。もうすぐ聞い取るんだから、みんな。民族これライブ配信してるからね、切り取ったら切り取ってすぐ分かるから。違う、そうじゃないの。そうやってなんかマイノリティとか社会的弱者のようなものを作り出して、そこに法案を作って、ね、それで利権を作って、ね、そこの下になんか団体作って、税金がそこにどんどん払われて、そういうお金で左翼活動とか反戦争の活動とか変な教育とかやってんじゃねえのかって話ですよ。言葉悪いけど。だからそういうことをずっとね、やらせてきた自民党って何なのって話なんですよ。それをやってきた公明党って何なんだって話ですよ。ね、立憲民主党の方がなんか左翼だ左翼だって言われてるけど、そんな立憲民主党とか社会党とかのせいだけじゃないですよ。みんなでやってきたんですよ、政治家が。そこに理念はあるのかって話ですよ。金が余ってた時代だったら、お金を回すための利権構造でも仕方ない、まあ仕方ないというか、100歩言うといいんですよ、お金が余ってんだったら。今足りなくて、国民の負担率が半分になって、本当にみんなが苦しいって言ってる時に、だって経済止めて、みんなを倒産させて、この子だよって何利権作ろうとしてんだって話なんですよ。だから税金を下げろって言ってるの、僕らとにかく。今とにかく5年でも10年でもいいから、3年でもいいや。一回税金下げるんですよ、思いっきり。仁徳天皇の民のかまど、今、国民の家から湯気が上がってないんです。ご飯が十分に食べれてない人がいるんですよ。だからこういう時は税金を下げて、国民がお金を使える状態を作って、それで経済が回り始めたらまだ税金を取ればいいって言ってるだけですよ。そんなのは、先祖代々政治家がちゃんとやってきたことなの。それはなんで今できないんですか？それはできない構造が作られているか、政治家にもう理念がないか、自分のことしか考えてないっていうことでしょ。そこに僕らは怒ってるわけですよ。で、これは僕らだけ、参政党だけ怒るんじゃなくて、国民みんなで怒るべきところで、で、怒ったら、どうすればいいかっていうことを自分たちで考えて、代弁者がいなければ、皆さんが、今日ここに立ってくれてる、真田久美さんのように、立ち上がってくれればいいんですよ。彼は、ね、本当にギリギリです。ね、もう少し早く手を挙げてほしかったなと思ってるんだけど、ね、でも覚えやすいですね、真田修士の真田。名前は、自宅ですよ。イサクっていうのかな、はい、はい、イサクさんね。予策じゃないですよ。予策は木を切るんですよ。イサクは悪を切りますからね。そう、予策じゃなくてイサクね。はい、こういう方が出てきてくれたら本当に嬉しい。だって真田さんが手を挙げてくれたら今日ここに立ってませんから。
そうでしょ。皆さん協力していただいて、沢さんが通れば、それがまた皆さんの成功体験になって、私もやろうかな、僕も続こうかなって思う人がたくさん出てくるんです。そして、タケノコのように日本全国でそういうのおかしいっていう人が出てくると、政府を好き勝手できなくなるし、マスコミも国民が誘導できなくなるし、そうやって私たちの声が届くようになるんです。そういった静かな革命をみんなで起こしましょうというのが僕が皆さんに今日伝えたいことです。そして、ここ倉敷では、沢さんが一生懸命、ね、六文銭の旗じゃないかもしれないけど、代々の旗を振ってくれてるから、しっかりと、それを目印に、みんなも集まって、一緒に行動していただきたいと思います。もうあと1ヶ月ぐらいしか、準備の期間ないけれども、ぜひ、この、岡山の倉敷の地で、一人、政治家を誕生させてください。今日、たくさんの政治家の方々、候補予定者の方々とやってきたけど、県会議員に挑戦してくれるのは、今日僕が応援するのは、沢さんだけです。非常に、リスクのある戦いですけれども、でも、だからこそ、勝った時の皆さんの喜びは絶対大きいから、ね、大きな成功体験になりますから、ぜひ、岡山で一人、県会議員を誕生させていただきたいというふうに思っております。では、今日はこの後タウンミーティングになって終わりということなので、はい、エンジンかかってきましたが、今日はこれで終わりたいと思います。じゃあ最後に、上がられますか？はい。じゃあ、沢田さんと一緒に。さっきつけた本人のこれは、あれですよ、金太郎の前掛けじゃないですよ。倉敷デニムで作った、ね、ご自身の、たつきです。はい。最初、僕が最初したSNS 見たときに、金太郎かなと思ったんですけど、よく見たら記事が、あ、デニムかと。そういうことですね。はい。はい、で、私、せーのと言いますので、1、2、3せーとと、ご紹介いただきたいと思います。やりたくない人は、やるべきことです。強制でやりませんので。では、いきます。せーの。1、2、3せーとありがとうございました。